セコンドアウト。会長が悩んでいる。それだけ、たったそれだけ。一歩にはホワイトファングを止める手がねえ。あの一言には百もの意味を込めた。だがどれだけダメージがあろうと関係ない。意識がある限り向かってくる。ガードなどこじ開けろ。逃がすな。ラウンド3。一方幕の内は動きが鈍い。明らかにダメージが残っ。会長は頑張れって言ってくれた。今度だって、今度だって絶対いいことあるはずだ。どうするな、ポーズだけだ。ボルグナパイセン、幕の内大きく投げた。練習通り。ガードを固めてもしのぎ切れる相手では。ボルグナッシュ、幕の内手が出ない。さあ、頼んだ。ニュートラルコーナーへ。やめます。君はどこに。レフェリー止めません、続行だ。残り2分、倒せる。倒れた。打ち下ろしの前に倒れたか。カウントの必要もある。勝敗よりも一歩君の将来を考えましょう。そういう時いつだって奴はやり遂げてきた。ミッド機内。しかしダメージの色は濃すぎる。止めるべきか。ボックス、試合続行だ。打ち下ろしをもらわなかった分立つ余力が残ったか。おっと、早く踏み込み。膝のバネがきっとなんぞ。幕の内の猛攻だ。ボルグあまりの勢いに手が。ボルグ左。よし、いいぞ。そうだ、頑張れよ小僧、頑張れ。驚異的な粘りでピンチをしのぎます。貴様の頑張りはトレーナー冥利に尽きる。本当にすごい。確かにボルグはすごい。途中からわけがわからなくなってたから何でもわかっちゃうんだな、会長は。彼の驚異的な粘り強さは解析できる。見えない部分を強化していたということだ。優秀なトレーナーだよ、カモが。ガゼルパンチは完全に止めた。彼にはもう武器は残っていない。もうしばらく辛抱すれば。セコンドアウト。頑張り続ければその先に。もう少しじゃ、もう少し。先ほどはボルンが幕の内を KO 寸前まで追い込みました。やったボディエンパ。ボルグの左右がボディに突き刺さる。そうなったらとてもあの強打には耐えられ。鴨川、君も君のボクサーも素晴らしい。もう10年になる。彼と出会ったのは、私は神に感謝した。私は没頭した。彼の才能を引き出し、おい、リバーにクレイヘッド。幕の内はもうショックを吸収できん。顔面を叩けば落ちるかよ。頑張っちゃいるけどどうしようもねえ。ガードをこじ開けられるのは時間の問題です。ある、武器ならまだ残ってる。だがまるでボクシングに向いていないそのガキがわしに見せた。まだだ、諦めるもんか。フラフラになりながらも抵抗を続ける幕の内。なんてしつこいボクシングをするんだ。休むな、小僧。入った、ボールが切った。ダメか、これで終わりだ。なんだ、何が起こった。体が異様に。小僧、拳を固めろ。小僧は闇雲に手を出した。ステミと思われたファイトはこのことを予想した作戦だったのか。体が重い。ボルグも手を出す。行け小僧、勝負はここからだ。守んな、ボルグ。二人とも目に見えてパンチが鈍ってきてます。同感だぜ。けどよ、一歩の大砲は完全に止められて。状態を下げていた。ガゼルパンチを狙ってホワイトファングでフィニッシュだ。ボールの絡む、誘われた。
ダメだ、このまま撃っちゃダメ。先に大砲を当てたのはマクノウチ。工場名あちらまでしろって。隊長やりましたよ。マクノウチ畳み込む。いつもの逆転パターンだー。選手を信じ切って、そして 100% 答えてくれた。スタミナ切れを見抜けなかったのは決しておごりではない。この先のことは教えていない。まれに見るダウンの応酬。お助け、よくやったぞ小僧。見事な連打じゃ。もない。待ってて、僕がお医者さんを連れてくるから。待ってて、母さん。体が重いよ。動けないよ。僕があの狼のように強かったら、このまま埋もれてしまったら、立ち上がれなかったら。シックス。立つんだ。僕は強くなったよね。ボルグ立ちました。なんと、さあ今度はボルグ大ピン、いけいけ、マクノウチ倒せ倒せ。ボルグだ、やった、クレイグチ。マクノウチもよろける。ただただ必死です。もう取るな、休ませちゃい。ボルグは先に出た。しかし先行のようだったジャブが今は手に出せ。マクノウチ振り出しに戻っちゃうぞ。ホワイトファングのモーションに入っていた。でも狼の牙はまだ死んでいない。こうなることを見透かして幕の内に危険なファイトを敢行させていたと。いい根性だ。めっちゃ濃い小僧、もう詰め込めにくすまいわ。さすがですね会長、こういう展開を読んでいたなんて。よもやあのダウンからボルグが立ってくるとは思わなかった。大子さん頑張れよ小僧、この老いぼれが見守ってやる。ボルグ、苦しい時は相手も苦しいものだ。踏ん張るための、つまり倒れないためのスタンス。気が遠くなるほどの我慢比べになる。やーっと頭をつけて打ち合う。もう何時間も打ち続けている気がする。2分は過ぎたのか、それとも何秒も経ってないのか。シンクスになりかけた。右爆弾と顔面は必要。ダウンだ。さあカウントが入る。これで決まるの。やった、立つのか。えい。だけど終わりにしたくない。好きなんだ。えい。エンカウント、ミラクル大逆転 KO。 やったー小僧。天川会長が誇らしげにマナテシを抱え上げます。ボルグ動くな、今担架が来る。ボルグさん強いな。参ったよ。今日一日であなたとは何千と言葉を交わしたような。結果は時の運じゃ。ええ試合だった。なんと勝者が担架に乗りリングを去った。さあ秋山王様の勝ちだ。身揃えて借り出しが。俺のベルトを奪いに最強のチャレンジャーになる。すごい試合でしたよ。お前がヒーローね。こんにちは、幕の内お母さんですか。すみません。ボルグさんね、座ってちょうだい。この子寝てるけど子供みたいな寝顔でしょ。昔からちっとも変わらないんだから、どうぞ。ありがとう。上手食べ方。いやそうじゃなく、そりゃあね、親の気も知らないでって言いたくなるけど、そんな姿見せられちゃうと文句言えなくなっちゃうのよ。僕帰ります。幕の内よろしく言ってください。よかったら持って行ってくださいな。ずっと悩んでいた。どれほど心配するだろう。いろんな経験をした。
いろんな人に会った。母さん、僕は頑張っています。